焼きおにぎりもいい感じに焼けてます。薪の香りもついてます。三角にすると焼く面が多いんですよね。熱っ。今日はね、焼きおにぎり作っていくんで、ナラの木で焼いていこうと思います。直火なんでね、あの杉の木とかだとちょっと杉の匂いがくっついてしまうんで、どっちかといったらナラとかブナの、燻製香がついた方が美味しいんで、なんで今日はナラの木で焼いていこうと思います。まあ、焚き付けは杉っ葉とか杉の木使います。よいしょ。
初の干物だね。一緒に焼いちゃう。このブナの薪から少し上がってくる白い煙が燻製香として美味しいんですね、うん、はい、いい感じに焼けてきました。ただ雨が降ってきました。焼きおにぎりもいい感じに焼けてます。薪の香りもついてます。右側は、ウドのピクルスですね。はい、食べてきます。いただきます。うん、ごぼうが焦げてる。うん、周りパリパリ。うん、少し燻製香があって美味しいですね。直火特有の香りですね。うん、ウドのピクルスも1週間ぐらい前に作ったやつかな。古漬けにしない方がいいって言ってたんですけど、あ、古漬けでも全然美味しいですね。全体的に色はくすんでるけど全然美味しいです。うん、今日は焼きおにぎりでした。余ったやつは冷凍しておいて、冷凍ストックにしておいていつでも食べれるようにしておきます。ありがとうございました。